僕は大学1年なのですが、高校まで明るいタイプではなかったのですが、自分の将来を考えたとき、武井さんが言っていた一人でも多くの人が応援されたいと思いました。武井さんから見てこの人は魅力的だと思う人はどういった方ですか？まあとにかく、まあ、裏でも表でも明るくて楽しそうにしている人は素敵だなと思います。本当に、なんだ俺の近くだったら誰だろう、表でも裏でも素敵だなって思う人、そうね、いっぱいいるけど、まあまあ本当にブラックマヨネーズの小杉くんとか、うん、素敵、極楽の山本さんもそういう人だし、うん、どうかな、まあ、たくさんいるな、芸人さんとかやっぱ多いよな、そういう人、素敵な人、楽しくてずっと明るくて、サンドウィッチマンさんとかもそうだったし、みんな優しくて素敵だし、そうね、表裏関係なく明るくて楽しく優しくしてくれる人ってやっぱいいなと思いますね。そういう人に目指してください。俺も努力します。裏でも表でも明るくて楽しそうにしている人